岡崎公園に立つ杉浦君銀蔵消特費杉浦銀蔵の業績を称える1922年建立碑文は東下高線大運所杉浦銀蔵は明治時代における愛知県岡崎市の実業家同地の電力会社岡崎伝統の創業者の一人であり電源開発の功により岡崎市の名誉市民に選ばれている 杉浦銀蔵の名は、養父の名を襲名したもので、全名は千吉。本校では、二代目、銀蔵の死後に、岡崎伝統の経営を引き継いだ三代目、杉浦銀蔵についても記述する。二代目、杉浦銀蔵、養名千吉は、高下4年に、三河国発軍西尾巡回町に生まれた。11歳の時地元西尾の古着商、河内屋で働き始める。 21歳の時、岡崎籠田町で、五福章、宅津屋を営む杉浦家に養子として迎えられ、1871年に、矢部銀蔵の死去に伴いその名を、襲名、二代目、杉浦銀蔵となった。明治時代になり、周囲で洋炭物を扱う店がないことに着目した銀蔵は、まず家術の販売を始める。さらに、 ラシャチの上着が流行すると自らその裁断法を研究し販売を始めた。妻に仕立てを任せたが各地から注文が相次いだため旧藩士の手を借りて注文に応えたという。やがて家業以外にも乗り出し1884年に創園事業を始めた。岡崎地方に養蚕業を定着させようと一丁余りの土地を開き着手したものである。 翌1885年には食器50台を購入し2つの食婦工場の創業を始め、1886年には洋風瓦の製造も始めた。東海道本線の建設にあたっては、市街地に近い明大寺町への岡崎駅設置を求める陳情活動に奔走する。政界では1889年、岡崎町議会の設置に伴い町会議員に当選した。 言わず発電所。建屋は建設当初からのものではない。1895年、同じ籠田町で、丸富士旅館を営む旧地の田中江平から、当時日本ではほとんど普及していなかった、水力発電事業について話を持ちかけられた。醸造業、伊勢屋を営む近藤重三郎を加えた3人で、伝統事業に取り組むこととなり、豊橋の豊橋伝統に参画していた。 義子、大岡正を招いて、翌1896年に岡崎伝統合司会社を立ち上げた。資本金は3万円であったが、水力発電に理解のない時代のことであり、有志に応ずる者がおらず、杉浦、田中、近藤の3人は、火財や土地を売却して、資金を集めた。1897年、矢作川水系の軍海側に、 出力5 0ットの岩津発電所が完成。同年7月8日、県内3番目、中部地方でも8番目の電気事業者として、岡崎伝統は開業を見た。こうして開業した岡崎伝統であったが、間もなく資金不足に陥った。資金が尽きたことから創業者3名のうち、近藤と田中は1898年7月より6年半経営を、 杉浦に委任として退いてしまう。単独で経営を引き受けた杉浦は、旧地の手島くわしを介して八丁味噌醸造元の第16代早川旧衛門に支援を依頼する。当時杉浦らは未知の事業を手掛けるとして周囲から敬遠されていたが、早川は支援を引き受けた。早川の講演により、岡崎伝統の事業を軌道に乗せることができたものの、 事業拡大の途上にあった1899年10月2日、杉浦は休止した。52歳没。二代目、杉浦銀蔵の死後、婿養子用紙の松四郎が後継者となり襲名し、三代目、杉浦銀蔵となった。松四郎は、文久二年、はずぐんまだらめ村の農家、田タスク太夫の三男として生まれた。12歳の時杉浦銀蔵の沢津屋へ方向に入る。 そこで徴用されて、番頭となり、1887年には、雇用紙として迎えられた。三代目、杉浦銀蔵として、家を継ぐと、1900年に、家業の沢津屋を廃業、家財道具を売却して、電気事業経営に専念した。1907年、岡崎伝統は、資本金50万円の株式会社組織となる。この時、近藤、田中と共に、 同社の取締役に名を連ねた。岡崎伝統ではその後、田中の後を継いで1916年12月より社長を務めている。岡崎伝統は大正時代を通じて規模を拡大し続け、資本金2300万円の電力会社に発展する。さらに1930年には大手、電力会社と方電力と連携、豊橋地区を含む三河地方に供給する。 中部電力に再編された。杉浦は同社でも社長に就任し、1933年11月までの3年間在任した。なお、中部電力には常務として次男の杉浦栄一も参加し、1936年12月から翌年8月に東方電力へ吸収されるまでの期間には社長を務めている。栄一は、 その後1941年2月に家督を相続し、銀蔵を襲名した。ありがとうございます。